マスターの夢って何ですか？いや、まあ叶えたい夢というか、一つ大きな夢が叶ったというか、ちょっと皆さんにご覧いただきたいものがありますので。なんだ、こちら映像をご覧ください。あら、ということで、ガランベージ東京ドーム公演決まりました。ありがとうございます。ようやくレイバーズの皆さんに発表することができました。ありがとうございます。しました。はい、まあね、今回のツアーで埼玉スーパーアリーナの公演でですね、実は、ちょっと匂わせじゃないですけれども、映像で少し発表までいかないですけれども、させていただきまして、でメンバーで話し合って、これは6月16日のやっぱり自分たちとレイバーズとの、記念すべき日に皆さんに正式に発表したいということで、今日発表させていただきました。ありがとうございます。今発表しましたけれども、カズマ、はい、どうですか？いや、本当ね、ジンさんがおっしゃった通り、もうメンバーでみんなで埼玉の匂わせの後も何を言われても絶対に触れないようにしよう、うん、すごい大事に温めてきたんです、今日の日のために。もうその時から決まってましたから、6月16日発表で、本当皆さんのためにと言いますか、はい、大事にしてきました。来てくれます？ね、本当にありがとうございます。もう本当東京ドームということで、まあ、2日間9月11日と12日やらせていただきますけれどもね、2021年に僕ら、半分キャパで声なしでドームコインやらせていただいたこともありましたが、まあその時から3年、やはや3年ぐらいですね、はい、の時を経てフルキャパで声ありで皆さんとお会いできるんですよ。もう絶対に素晴らしいライブにしてみせますし、もう来てよかったと、もうこの来れて楽しかった、満足ぐらいじゃなくて、もう本当に来てよかったと、まあ、また次も行きたいと、なんか明日から頑張れるわ、本当そういうライブにしたいと思ってますので、で、まあ、約5万人の皆さんとお会いできるかもしれないということで、ね、もうものすごい空間になると思うので、ぜひその瞬間を目の当たりにしていただけた、しに来ていただけたらと思ってます。はい、ありがとうございます。池谷さんも一言いただいていいですか？はい、いや本当にですね、東京ドーム 2days やれるとは思ってなかったですし、本当にこれは僕らだけでなく本当に皆さん の, 力あってのことだと思います。でもですね、本当にこの 2days を本当に僕らは、はいですね、皆さん満員 の, 会場でパフォーマンスをぜひしたいと思ってます。皆さん本当に力貸していただけますかね、僕らに。ありがとうございます。本当にですね、全国のレイバーズが、来ることを僕らは心から願って全力でパフォーマンスしますので、皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。八重山翔も、ね、今日会場に来てくれてる皆さん、そして配信でご覧いただいている皆さんもいますけれども、はい、意気込み聞かせてもらっていいですか？
はい、カズマも言った通りね、3年前に1回立って、まあ今だから言うけどめちゃくちゃ鼻折られてめっちゃ悔しい思いしてたんですよね。あの時はなんかありがとうございましたって言ってましたけど、終わった後すぐみんなで反省会してちくしょう言うて、まだまだやなって言って、でもそっからこんなにもたくさんの味方がついてくれて、まあ横には15人のとんでもなくでかいパワーがいて、僕らが今、いろんなグループがある中、皆さんこうして僕らを選んでくれてめちゃくちゃ嬉しいですし、皆さんをそういう場所に連れて行きたい、それが僕らの思いでもあります。今ここで、みんなを代表して僕は宣言したいと思います。 LDH ザランページの底力絶対見せるぞ。だから皆さん絶対見に来てください。とんでもなくヤバいライブ俺が作るんでお願いします。ありがとうございます。